そういうので出るっていう感じじゃなかったんで、やっぱりナチュラルドリフトですね。ナチュラルフォールとかナチュラルドリフト、まあ、デッドスティッキングってやつ、それでまあスティックベイト使ってスーッてやってパクって感じですね。パターンを掴んだのか続けてヒット。着水同時ヒットだな。はい、コバッチ水揚げだ。いっとっと、またしてもスティックベイトでしたね。効きますね。ちっちゃいけど、これもう着水同時ですね。着水してもスーッと落ちていくときにパクンっていう感じ、まあ、やっぱりいやらしいバスなんだよな。こうなんかこうフラーっとした感じでこれに食ってますね。なんかフラーっとしたやつ完全に出てきましたね。バズエボルジオンプチ曲がり、引くなこれ。あんまりでかくないんだけど、よっしゃ。ビフォーバズでしたね。なんとなく地合いかなと思って風がちょっと吹いてきたんで、でもサイズが可愛いですね。まあ楽しければいいですけど、道路からサイトしながら魚かなと思ったら降りるという感じで行ってきます。めっちゃ暑いな。バスがベイトを追ってこう水面が割れてればもうそこはフィーディングスポットですね。まあでも川底がフラットだからフィーディングエリアかもしれない。いない感じですかね。なんかがっくりって感じ。
いますね。来ましたね、今。割れてる割れてる。やっぱりいましたね。こういうところがやっぱいるんですね、バス。よっしゃ。おー、元気元気。ふぅ、元気。あー、綺麗なバス。はい、試作スティックベイトでしたね。綺麗なバスです。引きますね、やっぱカーバスは。やっぱりこういうところにバスがいるっていうことがやっぱ嬉しいですね。こうやって、いるんじゃないかなっていうようなクリークをこうウェーディングしながらこう探りながら釣ってきましたけどね。やっぱなんか宝探しみたいな感じで、一匹の出会いっていうのがやっぱすごい貴重というか、なんかこう宝物みたいな感じになりますね。可愛いバスですけど、貴重なバスです。抜きますよ。ナスですね。あ、ちょうど春丼でしたね。春丼のローシンカー。うわぁ、やばいっすね。誰この人。うわぁ、トラ。いや、帰ってもな。バス、バスってかまんの。バスかまへん。なんかここ持っとったら大丈夫。ここ持ったら大丈夫。こうギューっとも。ああ。さすがやな。あそこ、あそこ大丈夫。そう？あそこ大丈夫。大丈夫釣れる。でかいよ。あれ大丈夫。大丈夫釣れる。そこは何？釣れる。大丈夫釣れるけど、大丈夫は釣らない。あ、そっか、説明を入れるの忘れた。いきなり釣ってしまった。橋の上から。ここはダムのバックウォーターなんですけどね、非常に渓流のような、感じの、場所になるんですけれども、ここはおかっぱりでちょっと攻めてみます。やぶこぎ、やぶこぎ、よいしょ。